今回はですね、下半身を鍛えようと思います。まあ、前回ね、ビッグ3でお伝えしたんですけども、どこでスクワットですね。ああ。下半身、まあ、根岸さんやっぱサッカーやってたんで得意じゃないですか。まあ、今もね、サッカーともにやってるし、そうです。まあ、これパフォーマンス向上にもつながるんで。あ、本当ですか。はい、うん、スクワットやっていきましょう。ちょっとじゃあ見本見せてください。見本ですか。はい。筋肉芸人みたいです、ロジさん。まあ、肩幅ぐらいによりもちょっと広めですね。はい、足開いてもらって、つま先の角度が大体斜め45度ぐらいです。そのままお尻から落としてみます。おおお、で、しゃがんだ時につま先より先に膝が出ないように、基本的には胸を張った状態で歩いてます。で、これ20回。そのまま20回やるんですか。はい、結構20回ですね。あー、今日じゃあ、はい、では行きましょう。スタート。あれ、なんかマッサージチェア座ってる人がいますよ。しゃがんでいただいていいですか。あー、きついね。あれ、もうしゃがんでそう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 、ね、大体今90度ぐらいまで。で、今つま先に、そう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 、あー、そう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 、で、腕張って、あー、OK。はい、どうも、はい、OKOK。 じゃあ上げてみて、そうそうそう、はい、これ一番やってる気がする。あ、本当ですか。やっぱ下半身って体の中でも大きい筋肉がいっぱいついてるんで。あ、そうなんですか。そうなんですよ。基礎代謝を上げるには下半身を鍛えた方がいいですね。男性ホルモンの分泌が下半身を鍛えると多くなります。あらま。なんで、ヒゲが伸びたりとか。あー、最近濃くなったんで、やってほしいですね。それ多分スクワットやりすぎですね。じゃあ次の種目いきます。はい、はい、お疲れ様でした。スクワット、ありがとうございます。どうでしたか。いや、スクワットはいいですね。僕やっぱ下半身が好きっす。下半身は好きっておかしな話になっちゃいますね。下半身鍛えるのは多分サッカーやってたからか、はい、好きっす。それはよかったっす。ただこれの方が正直きついですよ。あ、そうなんですか。ブルガリアンスクワットって言うんですよ。何ですか。ブルガリアンスクワット。テロップ入れておいてください。ブルガリアンスクワット。まあ何するかっていうと、普通にダンベル用意したからで、やることはさっきと変わんないです。足片方かけて、あー、で、ダンベル普通に持って、ね、それもうただ落とす。つま先よりも膝が出ないように、つま先より膝が出ないように気をつけてもらって、気をつけてもらって、で、片方ずつ20回ずつ、片方ずつ20回ずつ、ね、姿勢よく、はい、そうやってもらえればいいかと思います。はい、というところですかね。まあ、ちょっとやってみましょう。まず立ちだな、立ちからな、やっていきましょうか。よーい、スタート。あー、来るね、これ。もう少し落としましょうか。無理です。頑張りましょう。つま先より膝が出ないように、無理です。頑張ろう。ラスト。はい、はい、もう一回やってみましょう。無理です。頑張ろう。無理です。頑張ろう。いい感じですよ。よし、もうちょっと。もうちょっと。やっと。10、ナイス。痛いって。あ、痛いって。事故。皆さん、怪我しないように気をつけてください。おい、おい、起きろ。おい、起きたわ。は、何取ってんの。大胸筋。大胸筋、大胸筋、
あーい、あーい、エビバディファッション。はい。